もネクラです。今回は島鳥の購入品が届きました。島鳥っていうのはもう知ってる人もいると思うけど、島根鳥取にある可愛い雑貨屋さんのお店の名前です。前回ねロルバーンがこんな感じで出てたんだけど、今回新作が出たので、新作ロルバーンと前回買いそびれた雑貨類も購入しました。開けていこう。なんか下から開けるか。なんかね、結構紙袋がボロボロで心配。一回雨に濡れた感じがあるんだよね。まあ大丈夫かな。領収書まで一旦びちょびちょに濡れた跡がありますね。わあ。それはちょっとやだな。うわぁ。雑貨類と、雑貨類濡れてなきゃいいな。ロールバーンがめっちゃ心配。ロールバーンと、おまけの紙ちょっと折れてたけど、まあそれは仕方ない。しおりとかにしようかな。かわいいね。気遣いが嬉しい。島鳥の場所とか詳細が書いてあります。かわいいね。まずロルバーンを開けようか。大丈夫そうかな。めっちゃ可愛い。一冊目こちら。二冊目が、こっちもチェックしなきゃ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。こんな感じ。いや、前回はね、すごい特産とか、そんな感じのデザインだったんだけど、今回は島鳥のデザインって感じ。いやー、めっちゃ可愛いよね。一個ずつ見ていこう。なんか A 柄とか B 柄じゃないよね。名前も可愛い。じゃあこの総柄の方から見ていきます。めちゃ可愛い。こっちが金ロゴにカッパーリング、茶色バンド。可愛いね。島鳥リミテッドの文字がついてます。可愛い。なんかちょっとクレヨンで描いたみたいな絵柄になってて。総柄可愛いね。裏面がこんな感じ。島鳥限定、島鳥さんチラシ。かわいい。一応中身見ますか。これはもうかわいすぎて3冊ずつ買いました。よいしょ。じゃじゃじゃん。これはね、まだまだ全然売り切れてないので買えます。オンラインで。多分ね、前回一回売り切れちゃったから、たくさん入荷してくれたんだと思います。普通のポケット付け入れサイズロールバーンです。かわいい。おしゃれだよね。すごい統一されてる。いいね、この色。で、もう一冊。かわいい。こんな感じの。いや、かっこいいね。金リング、金ロゴに茶色バンド。本の上に鳥さんがいるデザインです。いや、めっちゃかわいい。こっちが、こっちも島鳥リミテッドになってます。いやー、超かわいい。このキャラクターが本当にかわいいですよね。裏面こんな感じ。本と島鳥さん。めちゃかわー。名前がいいよね。なんか、こだわり抜いてるって感じ。適当な名前にしないで、可愛い名前なのが好感度高いです。ロルバーンはこんな感じ。こっちも多分中身、同じなので開けないでおきます。可愛い。買えてよかった。と、今回は雑貨類も購入したので、見ていこう。よいしょよいしょ。結構買った気がする。前回買いそびれてたものも買えました。前回はね、もうロルバーンしか見てなくて争奪戦だったので、今回はのんびり買い物ができたので買ってきました。まず、1個目。じゃじゃじゃーん、ビッグボールペン。島根のペン、鳥取のペン。島根はウサギなんだね。鳥取が多分、なんだっけ。何姓だっけ ?21 世紀梨だっけ、書いてはいないけど、多分21世紀梨なんじゃないかなと思います。ビッグボールペン集めてるので記念に買いました。ビッグボールペンホルダーに入れて後で壁とかに飾ろうと思います。これが限定のビッグボールペンホルダー。入れときましょう。もう入んないかな。
後で壁に飾ったりします。よいしょ、やったビッグボールペンはね、ロールバーンと違って現地に行ったりとか好きなキャラクターのじゃない限り買わない感じにしてます。無制限にするとビッグボールペンはすごいことになりそうなので。で、次、島鳥の一筆線、可愛くない？一筆線も出してるんだって思って、添え文線か、添え文線買いました。可愛いいいよね。と、今回楽しみにしてた子たち、島根のメモと鳥取のメモ、ちょっとピントが合ってないね。あった島根と鳥取のメモを買いました。開けて、あ、開けなくても裏面で見れるけど、せっかくだから中身見ていこう。いやー、嬉しい じゃじゃじゃん。この紙いいね。この紙があるってことは、これロールバーンに貼ればメモを保存できるからいいね。400円プラス税だったみたい。じゃあ島根のメモから見ていきます。島根のメモ1ページ目、お花柄です。くるくるくるって線がなってて、いいね、使いやすそうなラフな感じのお花柄。と、2個目、地蔵なんだろうこれ、かわいいね、色合いがかわいい、夕焼けの地蔵で、次がこれなんだろう、何柄とか書いてないのかな、書いてないな、これなんだろうね、貝かなケーキなんだろうね。で、ラストがかわいい、何柄なんだろう全部何柄かわかんないけど、かわいいですね。島根のこれなんだろう、なんかそういう言い伝えがあるのかな。で、鳥取のメモ見ていこう。かわいい鳥取、よいしょ、鳥取のメモ1ページ目は梨、これも21世紀梨なんじゃないかな、20世紀梨だっけ、21世紀梨だっけ次がラクダ、鳥取砂丘か、かわいい、かわいいね。と、星空、なんだっけこれ、なんたかの星、流星じゃなくて、うーん、思い出せない前回のロールバーンの柄にもなってたね。かわいい、キャッチザスターって書いてある、キャッチって読むそれ、あ、大仙って書いてある、ちょっと詳しくわかんなくてだねで、ちょっと和風の、なんだろうこれ、なんだろうね、かわいいね、全部かわいい。今回の購入品はこんな感じ。いや、こんなに買ったのに動画は10分切りそうだ。テキパキしすぎたかな。まあ、可愛かったので大満足です。めちゃ可愛かった。今回の総額がね、結構高かったんだよね。1500円ちょいぐらい。買ったね。大満足です。今日の日記に早速このメモとかを使おうかなと思います。いかがだったでしょうか？新作ロールバーンはまだまだ予定がいっぱいなので続いていくと思います。あとね、今日発売の商品が2つあって、あ、今日発売じゃないな。1個今日発売の商品があるので、一緒に同日投稿で動画が上がると思います。すでにディアゴスティーニの動画も今日上がってるので、見てない方はチェックしてみてください。じゃあ次回の動画もお楽しみに。バイバイ。この表紙、透明になってました。透明に印刷されてて、ちょっと膨らんでて可愛い。可愛いね。いい感じ。ピク。
ペクペク、ペク。